では解説、浦野さん、そしてジョンさんお願いします。はい、最初にプレイしていただくところは、これはまあストーリーモードという部分なのですが、これは実際のゲームのストーリーの序盤の方ですね。先ほど一緒にパートナーのブーザーのバイカーと一緒に、ディーコのバイクの、パーツを探しに行っています。一応故障しているバイクのためのパーツを探すには、ここの、クレイジーウィリーという、場所なのですが、そこにあるガソリンスタンドでバイクのパーツを探しに求めます。はい、パーツをいろいろと探していくと、まずは。はい、そうですね。その中いろいろとフリーカーなども、フリーカーの巣という潜んでいる場所もありますので、そういうところもちょっと探検しながらいければなと思います。フリーカーの巣、どういう感じなんでしょうか。ちょっと怖いですね。怖いですね、フリーカーの巣。All right, so this is one of the early wide linear missions, and Deacon's job is to get to the gas station, try to find a part for his bike. そうですね、ここではまあ先ほどおっしゃったようにバイクのパーツを今から探しに、ちょっとここの町を探検したいと思います。Go on. As we'll see, sometimes the fastest way there is not the safest. そうですね、一応いろいろとルートはあるんですが、短いルートが毎回いいとは思いません。Here we see one of our enemy types that I mentioned earlier, the newts. They stay on rooftops and will only attack you if you're low on health or if you climb up onto a roof, which is their territory. はい。先ほどちょっと見えたのがヌートというフリーカーのも。この屋根の上にいる。そうですね。ですよね。はい。うん、ちょっと小柄で、結構あちらも通常はそれほど危なくないんですが、ディーコンの体力がすごい低い時など、彼らのテリトリー、屋根の上とかに登ると、攻撃してきます。弱ってても攻撃してくれるんですよね。そうですね、弱ってる通常は優しいんだけどっていう、はい、優しくはないですね。So he's climbing up onto this tractor trailer so that he can use his binoculars and look at the environment, see where the enemies are, see where he needs to go and kind of get a lay of the land. まあこうやって双眼鏡を使って周りを見果たして、どういう地域なのか、どういう敵が周りにいるかをちょっと今確認しています。雨が降ってきました。そうですね、雨もすぐ降ってきますね。Here he sees the interior of a building. All of our interiors can be searched, so it's an open world game with a vast exterior, but you can also go inside the buildings and scavenge for supplies. はい、そしてオープンワールドでありますが、この全部、中にある家などガレージとかある、建物の中には全て入れることができます。 Suddenly he sees a nest. So if you see rooms that have all of theseBranches. These are areas where freakers hibernate during the day. 今はい、火炎瓶を投げた場所ですけど、燃やしましたね。はい、そこにフリーカーの巣ですね。いろいろ枝が飛び出しているのが見えると思いますが、そういう枝が飛び出しているところに、まあそれがフリーカーの巣というところです。それを燃やしながらどんどんフリーカーも増えて、で登場してくると思います。なるほど、あそこがフリーカーの巣だったんですね。はい、そうです。うわー、激しい。やっぱりミッションの一つのサイドミッションと言ってもいいですかね。So he made so much noise that attracted all these swarmers and now he's got to run. あ、そうですね。で、今のでノイズを、大きい、音を立てることでフリーカーがそこに寄ってきます。あ、なるほどなるほど。ちょっと今逃げてます。音で寄ってくるんですね。But now he's low on health, so now the newts are going to attack him as well.もう体力が、左下に見えると思いますが、今緑のゲージですね、低くなったのでミュートが降りてきて攻撃しに来てます。あ、そういうことなんですか。ああ、やられた。ああ、え、ちょっとさっきは失敗しましたが、でもいろいろなルートを探って、まあ、目的地まで行きますので、ちょっと今度は違うルートで行ってみましょう。はいはい、気を抜くと結構ね、やられちゃいますね。そうですね、すぐ、まあ、音を立てるだけでもやっぱ寄ってくるので、結構気をつけないといけません。 Police vehicles are very important in the game because they're like treasure chests. You can almost always find ammo in them. こういう捨てられた車のトランクなどが、まあ、ある意味宝箱みたいなもんですね。うん、うん、それを開けることでいろいろと貴重なアイテムを、ゲットすることができます。なるほど、トランクに結構
アイテムがいいのがいいのというか重要なものが入ってるということですね。はい、そうです。今も先ほど銃弾がいくつか手に入ったと思います。これ建物の中にもいろいろやっぱアイテムがあるということですか。あります、うん。まあ、そういう意味でもフリーカーノスを、クリアしてその建物に入れるようにするのも一つの手。なるほど。さあ入りました。何かあるんですかね。ここの安全っぽいですね、うん。でもこのようにいろいろとアイテムを拾うことで後でクラフトして自分のまあアイテムをまた装備を充実にさせることができます。クラフトもこれまた重要になってくるわけですね。はい、重要になります。お、な、何するんですか。お、投げた。So he just threw a rock at that car which has a working car alarm and it attracted all the swarmers to it。今、ちょっと見えにくかったかもしれませんけど車に、ちょっと赤い点滅がありました。それはアラームがついている車ということでそこに石を投げて、音をアラームを鳴らしてそこに、引き寄せました。車が音が出るから、はい、そこで音を出してフリーカーを呼び寄せてるという。そうですね。その間に、もうここは、今敵がいないので。ああ、なるほどなるほど。おおおおドキッとしますね。So again, looking for things in the environment will be a big help. So, まあ環境にもいろいろ爆発物などもあるので、いろいろとまあ何が利用できるかっていうのを探し出すのも一つの点ですね。So he makes it to Crazy Willy's garage. This is where the part is, but the door's locked, so he can't get in. He's gonna have to find another way in. こちらがまあクレイジーウィリーのそのガレージの目的地のポイントですが、ちょっとドアがロックされて。まあ、どうやってこの中に入るか、それはまあ体験版でもここでプレイして皆さんにちょっと楽しんでいただければなと思います。この先は皆さんがぜひ自分で体感して。ああもう見えてます。なんか見えてる。これですね。そうですね、これがフリーカー。うじゃうじゃいますよ。確かここで How many freakers are here? I think this is a smaller horde, so this is 250 30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 0 で一応目的はその全てを倒すことなのですが、上の画面のゲージ、赤いゲージがありますね。はいはい、中央上のゲージですね、はい。それが、まあ、残りの、人数ですが、おお、はい、爆発した。倒すことでどんどんゲージが減っていきます。ただ音も立てて騒ぎを起こしたことでどん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 、うわー怖っ。うわはははうわー、すごいっすね。はい、でまあ、この子にもいろいろと捨てられた車もありますし、あとはバイク、今回はここではストーリーモードでなかったバイクにも乗ることができます。はい、であともう一つが、もう中盤なので、いろいろと罠を仕掛けることもできるし、装備しているものも割と充実しています。そういうところもちゃんと利用していただきたいと思いますね。これが先ほど紹介していただいた重要な、はい、まあ、ある意味キーともなるバイクですね。はい、バイクです。なんかバイク乗るのもなんか気持ちよさそうですね。気持ちいいですね。ドリフトとかもできますよ。やっぱこうね、舞台が大自然なのでいいですね。そうですね、移動の手段としては絶対に必要な乗り物になります。でこのようにまあバイクをどこの位置に、置いとくかによっても、最終的には自分がここに逃げてバイクでさらに逃げられることがというのも作戦の中に入れるのは重要です。バイクの止める場所も重要と。おっと、何かを、何をしているところでしょうか。ここは、はい、罠を設置して、まあ、後でちょっと使うんでしょうね、それを。まあ何か設置したと、罠を、うん。あとバイクが重要なのも、一回死んだらそこが、チェックポイントとなってそこでまた復活することになります。うんうんうん、なるほど。お、次はどこに設置するんですか。ここはなんか意図があるんですかね、今置いた場所というのは。そうですね、今、設置しているポイントを決めて、そこに誘導しながら、まあ、自分も逃げて爆発物を、発火する
という作戦ですね。あとこういう燃料タンクも置いてあります、うん、それは実際に銃で撃って大きな爆発を起こすこともできるし、今罠をそこに設置したので、はいはい、そこの近くに行くと、まあ、フリーカーたちが爆発する。爆発すると。やっぱ設置した場所しっかりと頭に入れとかないと。そうですね。そうですよね。ちゃんと作戦通りに行かないということですね、はい。それでどのルートを通っていくかを、うん、はい、頭に入れながら。さ、おお、来た来た。うわー来た。うわ、大丈夫かな。大丈夫ですか、ジェクさん。うわ、ジェクさん大丈夫ですか。うわ、来てる来てる、すごい数。あと今ちょっとスクリーン画面がちょっとグレーになったと思うんですけど、それはフォーカスモールで、その間だけスローモーションで物が動くようになります。それは中盤になってから半分以上いますね。もう、あ、結構半分ぐらい、半分、うん、60% ぐらい、残り60ぐらい。あ、先ほど仕掛けたもの、なるほど、マルタのところ、うん、一つ武器としても、はい、ナパーム火炎瓶というのを作ってるんですが、あー、なここで爆発させ て結構いいところまで、わー、あー、でもいいですね、素晴らしい、ジェクさん、ジェクさん素晴らしいです。障害物とかを、抜けることで、まあ、彼らの動きを遅く、まあ、遊めることもできます。どういう状況なんでしょうか。どちらにしろやっぱりもうずっと逃げ回って動き回ってないとダメですね。すぐ捕まっちゃうので。あ、いいです、いいです。もう迫ってきてる、大丈夫ですか。なんとか、なんとか。フランさん、これいけそうですかね。いけるんじゃないですか。武器とか変更するときはスローモーションになる、それもいいように使って。あ、ジェクさん、ジェクさん、ジェクさん逃げて、ジェクさん大丈夫。あー、今のは、うん、ちょっと倍ですね。いや、ヒヤッとしましたね、今のさ。さあ、あとこういう、まあ、赤いものが全て爆発すると考えてます。それを狙ったりすると思いますので、はい、お、使わなかった。さあ、冷静なジェフさん、大丈夫でしょうか。ライブでお届けしております。あと大量ゲージの上が、まあ、青いゲージなんですが、それがスタミナですね。それで、まあ、走ることができる、そのゲージがなくなったらもう走ることもできる。結構今ギリギリなところですが、あーっと、さあ、お客さんもドキドキしてまいりました。ジェフさん頼む。ライブショーしっかりと成功してほしいです。ただもうあとわずかですね。そうですね、あともうあとは銃で倒せるぐらいだと。まで行ってるでしょうか。うわぁこれは油断できないですね。そうですね、もう、あ、でももうちょい、あ、あと2体ぐらい、おーし、すりゃすりゃ、最後はボッコボコにして、拍手お願いします。I'm not here for him. I'm here for you. Oh, shit! Freeze!
Boozer, have a run-in with RIP the last couple of days? Why? One of my men escaped a Ripper camp, got tortured, like they always do. But this time, they kept asking me if you knew about it. Two bikers, two men. The Ripper called them mongrels. If you ask me, you got a price on your head. You know, same as me. Anything that happens here is far better than what's going on out there. Shit, get off! Perfect. Just perfect.